今ですね、丹波市の春日町黒井でございます。今日はですね、大変お世話になってます細見工務店さんにやってまいりました。社長こんにちは。こんにちは。すいません、今日本当お時間いただいて、しかもね、西脇の空き家のご担当されて、めちゃくちゃ忙しいにもかかわらず、明日も行くんですか？ちなみに。はい、行きます。朝から、ちょっとでも、あの今週ラスト1週間8時9時までやったら疲れる。あ、朝の8時から晩の9時まで？うん、まあ、それでも朝僕早い、いつももう4時には事務所行ってやってる。その時ルーティンです。事務作業をして、まあ、ちょっとね、今日はね、まずあの細見工務店さんがめちゃくちゃおしゃれやって、さっきね、はい、あれですよ、恵比寿シネマの、近金さんも、細見工務店さん行ってくださいよって言ってました。言ってました。はい。で、これが社長の車です。これナンバー大丈夫ですかね、映しちゃって。マセラティ。これ何年式とかあるんですか？2007年。あ、じゃあもう16年？そうなんですよ。結構な年数経ってて、先ほどお聞きした中古で買いはったんですね。でももう、あの、3代目も、2個前、1個前もマセラティ。前は同じなんで、マセラティクーテっていうのが、で、これエンジンがね、あの、フェラーリ製なんで、で、フェラーリの430の、D チューン、ちょっと、あの、馬力落としたバージョンのやつが。なるほど。で、こちらが細見工務店さんで、私ね、あの会社のパンフレットもらった時の気になってるんですけど、あの木ってあるじゃないですか、あれなんか意味があるんですか？これカタカナの木ですよね。創業者がおじいで、はいはい、清志の木なんですね。あ、お名前、下の名前ですか？あ、おじいの。はいはい。で、これは差し金。え、何？差し金って。差し金？あ、大工が使う差し金。あ、はいはいはい、あの、これはただ、あの、決して細見さんに社長が変わってからなったんじゃなくて、前からなんですか？もうおじいというか。なるほど。で、そういう意味では3代目になるんですか？あ、3代目。これ、創業何年なんでしょうね。昭和11年。1900何年やろ？ちょっとわからへんね。まあ、80何年。マジっすか。細見さんはちなみにお子さんはいらっしゃるんですか？一人だけ。息子さん。娘やな。じゃあ、ちょっと娘さん将来、まあそこは、無理強いは判断任せてるんですけどね。なるほどね。そこはもう特に無理強いせずに、まあ自分の生きたいように生きろと。あ、そうなんですよ。で、高3の春の時に、はい、大学進学して2人で旅行行ったんですよ。なんか、2ヶ月かなんで。はいはい。で、行くとね、うん、あの、赤ちゃん魚がうまいでしょ。で、魚バンバン食って、どこ行ってもなんか変なね、若い姉ちゃん連れたおっさんに見えたみたいで。まあ、そう見えるでしょうね。あ、遊び人がなんか悪いことしちゃうかっていう、見られちゃいますよね。若すぎるって、はいはい、高校さんで。はいはい。で、ビールって絶対ガスどこでも違う。違う中に。会話の中でも、ある一緒にバー行って、そこで、大事な話しようって、まずは男の子の話と、で、進学の話と、で、会社の話。将来の話もして。まあ、で、会社は、まあ、今までもついてるけど、別に、あれ好きなのし、どうしてもやりたい言うときだけ言うとく。なるほど。でも、その時一回断ろう。でもやりたいって言ってる。一回目は断ろう思ってるんですか？だってもう、ご商売するのは難しい時代なんで。まあね。時代も変わってますもんね。で、どん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 変わっていかない。もう、この業界だってなんかもう、面白くなってるし。いやだから今日ね、その私と細見社長同い年じゃないですか。昭和44年生まれ、53歳。そこでね、本当にシンパシーを感じる。いや、私はだからね、その個人事業主をやってこられた53歳と、普通のごく普通のサラリーマンのおっさんの私と、ちょっとね、対比を、人生観とかね、これからのこととか、ほんまいろいろ話聞きたいなと思って。いや、でも僕もね、だから家がたまたまそうだから、いやそうなんで、この時期だって自分で用意したわけだから、サークだって自分で段取りしたんで、譲り受けたのがあったからっていうのと、ガキン効果は商売に見えから、絶対僕ずーっとか言ってないから、そういうあれがあったんでね、一回信用出てから帰ってきたりとか。
そうか、もともとだから最初からここに入社したわけじゃないですもんね。まあ、そんな話もぜひお聞かせください、はいはい、お邪魔します。これ時計止まってますよ。あ、これね、ほう、いやもううるさいんですよ。時計がうるさいから10時10分で止めてるんで。それなんか意味があるんですか。いや、一番美しく見える、あの、え、そん、はい、そんな角度があるんですか。うん、だいたいね、時計のあれですと販売してるところの止まってるところの10時10分そう、ほんまですか。初めて聞きましたよ。そんなん聞いたことあります。あ、ねえ、めちゃくちゃ、いや、なんですかここ、なんですかここは、一体カフェですかこれ。建築関係。いや、え、これ事務所なんですよね。オフィスですね。オフィスには見えない。そんな変わっとるかな。こんなオフィス。え、こっちも見ていいんですか。こっちは応接でね。これ応接。うん。で、だってうちのお客さんはこの辺だったから。あ、なんか当たっちゃった。いいですよ。あの、喜んでください。おお。そりゃそうでしょうね。商売の話にならへんのちゃうんですか。最初絶対これなんやとかこれなんやとかいう話になりますよね。はあ、本もあるんですね、これなんかね。まあまあ好きな本ばっかしね。まあ今日はね、もう細見さんがどんな方かっていうのを根掘り葉掘り聞きたいと思いますんで。はい、あ、でもこの部屋はほぼね、あの、夜は自分の飲み部屋なんです。あ、飲み部屋で音楽ガンガンなんです。あ、なるほどね。はいはい。あ、お隣塾なんですね。そうなんですよ。で、僕そこの塾の第1期生で、え、第1期の受験組でね、はいはい、まあ、何やとっても許されるえ、ちなみにあの、もう一方今ゲストがいらっしゃるんですけど、顔出し大丈夫なんでしょうか。あ、じゃあ、OK こんにちは、はじめましてまだ大手3分ぐらいですけど、お名刺も交換できてませんけど、今日はよろしくお願いします。え、かのこちゃんでしたっけ。あ、かなこちゃん。私はかなこなんですけど、はい、娘さんはかのこちゃん。はい、もうあかん、わからんわかなこちゃんですね。はい、かなちゃん、はい、で、ここ事務所やっぱ入ったことあるんですか。うん、結構だから、あの、多分お近所だった時は結構しょっちゅう、ね、え、別にかなちゃんはここで働いてたわけじゃないんですよね。違う。うん、いや、とにかくさ、あの、必要な時はいつもかなちゃん。あ、そうそう。え、何の時？人呼ぶ時。人呼ぶ時、あ、うん、お友達とか誰かここに呼ぶ時はかなちゃんも一緒にどう、うん、みたいな感じで。だからね、それちゃんと時給払ってるんですか。飯代叩いて。あ、まあね。で、あの、ちなみにあれですか、はい、社長のデスクこれですか。ここ。ああ。え、どこ？あ、ここの奥ですね。あ、ここは、え、どそこわかんないですか。あかんごめんなさい、あかんやったらあかんで守らないと、うん、あ、これスリッパなんですね。うん、あの、あ、出しましょうか。いやいや、いや別に、いや靴下でええやったら、あ、靴、あ、いいです。靴下で大丈夫ですか。はい、ドキンの事務所ですね。入るんですよね。いやー、とにかくおしゃれ。あ、ちゃんと炊事場もあるんですね。あ、流しね、流しね、はいはい。もう会社にこういうブラスがあるというね。これはまあオブジェですけど、ね、お、絶対使ってるでしょ。いや、これ使わないですね。これ使ってない。あ、うん、これもね、あの、役さんのところでよくもらってくるんですよ。あの、もういらないと捨てるとか言ってきて。なるほど。へえ。何これ、こんなおしゃれな。え、これ本物の薪ですか。あ、薪です。これあれなんですね、薪のストーブとか火だけをアップしてる人も、ね、はい、YouTube に癒されるらしいですね、やっぱりね。ああ、そうなん、心がね。え、これ、これでここでなんか焼くんですか。うん、上でね、ここで、うん、で、ここで、はあ、こう、抱きのものとか、ちょっといい感じ。え、ね、ほんまにこんな感じで飲食されることもあるんですか。ああ、しますね。おしゃれや、こんなしたことないわ。あれな、あの、立命館の建築学部の一回こう15人ぐらいこう、あ、マジですか、全員集めて、ね、15人やったらなかなかきついですね。うん、その時にちょっと鍋食べします。はいはいはい。だけど2回やって1回はホルモンやって1回はこれしますよね。ああ、うん、え、かなちゃんも ここでなんかこんなん食べたことあるんですか、実際に。なんかやっぱあるな。なるほど。あの、女性のライターの人だよ。なんか、なんていうか、フリーライター連れてきたよな。私は連れてきましたね。うん、私もいろんな人連れてきた。あ、なるほど、うん、すごいな。あ、かなちゃん、じゃああれですね、人集めの天才なんですね。天才です。人脈もね。そうなんです。
さすがに煙たいね。はい、ちょっと一旦避難します。